はい、こんにちは。スピーチャー鑑定団、始めてまいりたいと思います。今日の鑑定士の方が今テレビに映っていたんですけど、ということでちょっとまた始めてまいりたいですね。今日もゆっくり始まっておりますが、左からあやさん、さゆりさん、梶岡あんこさん、3人でお送りいたします。まあ、途中でまた増えるかもしれないんですけどね、ちょっとわかんないんですが、そういう感じでちょっとやっていきたいと思います。はい、あと佐藤清太さん、アプリコットブレインさんが今チャットの方で鑑定を始める感じになってますね。はい。あと誰がいるかな。とりあえず大丈夫かな。そんな感じですかね。はい。ということで、とりあえず今4名の方が鑑定しております。テレビが3名、チャットでの鑑定が1人ということで、ね、始めてまいりたいと思います。それではテレビの鑑定士の方に、軽い、まあ、プロフィールといいますか、どういうことができるのかということで、語っていただければと思うんですけど、順番だから、じゃあ、あんこさんが言ってもらうかな、今度。はい。はい、ありがとうございます。どうも。梶岡あんこです。私は、過去生からのメッセージということで、今日は、今に影響している過去生から、メッセージをお伝えさせていただきます。で、先ほどもちょっと言ってたんですけど、イベントとかをしてますので、今度は12月の5日、あと6日、5日は、スピリチュアル TV の、生ライブっていうのをしようかと思ってます。大阪にいらっしゃる方、またどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次はさゆりさん。はい、皆さん、こんばんは、さゆりです。道しるべビジョンを今夜もお伝えさせていただきます。なりたいご自分、乗り越えたい。どんなご自分になりたいか、そんな具体的なご自分の夢が叶った、乗り越えた姿をお知らせください。そこに向かうあなただけのビジョンをお伝えします。&光のメッセージとお体からのメッセージ、その両方も降りてきましたらお伝えしますので、お待ちしてます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そしたらあやさん、お願いいたします。はい、小宮さん、こんばんは。はじめまして、あやです。今日は私は時のマヤ歴という、セッションで、あなたの能力の使い方とか、その自分の自己戦略っていうところをお伝えします。例えば人によってやり方がいろいろあるんですけども、達成できそうな目標を置いてから行動した方がいい方だったり、じっくり考えてから行動を選ぶという行動がその人に合っていたりということで、その人のやり方というのが本来ありますので、それをお誕生日をお聞きして、前歴の方からその戦略をお伝えさせていただきます。これを知ることで、お仕事だったり勉強だったりというやり方とかですね、そういうのが分かりますので、いろいろスムーズに物事が運んでいくという利点があります。どうぞよろしくお願いいたします。ビジネスだったり仕事だったりの戦略ってことでよろしいですかね。そうですね、はい、仕事を受けるときにどういうふうにやり方をした方が結果が出しやすいかというところをお伝えできると思います。はい、必要なのは生年月日ですかね。はい、西暦で生年月日いただければわかります。はい、ということで書いてきましたね。はい、あやさん、ありがとうございます。はい、ということで生年月日をいただければ、あやさんの鑑定をしていただけるということですね。でも ビジネスオンリーですかね。いえ、まあ、お勉強でもいいです。例えば、恋愛でどうやって落とすかみたいな。落とすか。はは。はい、数打てば当たる人もいますし、じっくり。男性側の視点なのか女性側の視点なのか情報が分からないんですけどね。両方あると思います。はい、落とすかっていうのはちょっと男性っぽいんですけど。あ、そうです。男性性が強いのかもしれません。ははは、なるほどね。はい。はい、恋愛戦略も同じように使います。まあ、戦略的なことってことですね。そうですね、はい、プロセス、自分のプロセスみたいな感じです。はい、わかりました。はい、ということで、あやさんでございましたね。はい、ということで今3人だいたいわかりました。あんこさん何やるか説明したっけ。過去生見るって言ったっけ、さっき。過去生からのメッセージで、今に影響している過去生で元気が出て本当に自信につながる過去生ということでお伝えします。まあ、いろんなね、彼との過去生はとかっていうようなこともね、最近多いんですけれども、今に本当に必要であればね、メッセージがちゃんとやってきます。はい、はい、
ありがとうございます、はい、そういう感じでございますね。はい、ということです。テレビがこのご参加でございます。はい、チャットの方が1人増えまして、アメタマさんが、合流してきておりますね。よろしくお願いいたします。今日もですね。はい。それでは、鑑定台行こうかな。うんうん、はい。あとはどうしようかな。うん、あ、ということで、皆さん、チャットの方にですね、鑑定希望の内容を書いていただければと思うんですけどね、よろしくお願いいたします。うん、まあ、チャットに生年月日を書くぐらいだったら、プライバシーは関係ないと思うんで、OK の方だけ書いていただければと思います。まあ、これ鑑定士によるんですけど、まあ、遠隔で見ちゃう人もいるんですが、まあ、その生年月日で見る方もいらっしゃるんでね、まあ、ということで今回は生年月日が、あやさんの場合は必要なのでよろしくお願いします。お願いします。はい、いろいろ来てますかね。できましたら言っていただければ。はい、僕も頼んどこう。諸々の戦略方法を教えてくださいって言って、これでは大丈夫ですか？すみません、どこに恋愛とか仕事だとかを絞ってもらった方がいいですか？いえ、大丈夫です。諸々って言って恋愛だと。諸々。そうですね。絞っていただいた方がいいですけども、全体的なやり方とかも説明できるので大丈夫です。はい、大丈夫ですか？はい。はい。うん、はい、今ちょっと見ておりますので少々お待ちいただけると思いますね。あ、意外とニーズがあるものですね今日ね。てますね、いっぱいね。ちなみに全部見なくていいことになってますので、鑑定士の方が、まあ、ルールなんですけど、鑑定士の方がピンとくる人を見てみればいいということになってます。これは殺到してプレッシャーがかかるのを防ぐためだとかいろいろありまして、ですから全部見れないことがありますのでご了承ください。はい、ということでいこうと思いますけどね。今日リマさん来ないね。ね、来るのかな、わかんないですけど、あ、お任せします。まあいろいろ来てますね。あんこさんこんばんは。元旦那との過去性をお願いします。まあそういうのもありますよね。いや、今日はいっぱい来てますなんかね、うん、年末近づいてるんで年末関係のことも書いてると思いますね。あんこさん、私と彼との過去性を教えてください。なるほどね、それもありますよね。うん、
じゃあ、いいですか？はい、ラバンさんなんですけれども、なんか12月の9日か10日の会議に出席すべきかっていうことで、悩まれてるんですけれども、まあ今ね、まあちょっと何か、過去性から何かあるかなと思って見せていただいたんです。そしたら、このラバンさんっていう方が、教会の、まあ、ちょっと大きな教会の立派なね、牧師さんだったっていうことがあって、で、まあ、皆さんのために一生懸命ね、こう勉強されてね、で、まあ、聖書とかそういったものも持って、こう、堂々と皆さんの前に出て行かれたときに、本当にね、あなたは本当にもう身なりも本当に綺麗で美しくて、素晴らしい牧師さんだったんだけれども、なんかね、汚いね、乞食のようなね、格好したね、男性の方に何か一つね、質問されたことに対して、もう本当に全くね、自分の予想もしていないぐらい、うろたえてしまって、まあ、言ったら、まあ、恥をかいたっていうかね、恥ずかしい思いをしたっていう、そういう、ことがあるんです。で、まあ、会議に出るっていうことでね、またね、これは、それと、これと同じかどうかはわからないんですけれども、まあ、まあ、あなたの何かをこう、ついてくる人いるんじゃないかっていうふうに、まあ、ちょっと、まあ、その過去性を見せてもらったときに、感じたんですけれども、もうね、でもね、それはね、過去のことなんですよって言ってるんでね。でね、これはもうどんどんね、あなたがもう、破壊していけばいいんだからっていうのね。で、まあ、苦手だとかっていうより、義務だからとかっていうよりも、あなたが、本当に、これはお仕事として、出ていこうと思われたら、出ればいいし。で、これは、出る必要がないと思えば、出なくていいですよっていうことで、どちらにしてもね、同じようなあなたにとっての、心の勉強、学びがね、ありますから、特に右へ行っても左へ行っても、出ても出なくても、あなたにとって、長いスタンスで見れば、どうっていうことがないんですよっていう、メッセージでした。ありがとうございます。はい、以上です。はい、ありがとうございます。他に大吉たちといますか。はい、それさん行きます。はい。はい、トンさん、ありがとうございます。こんばんは。友人のお店に商品を置いてもらうことになりましたが、私も手に取る人も楽しい気分になれるものを作っていきたいですということで、トンさん、いろいろ作られてるですね。いいですね。ご自分も楽しい。手に取る人もこれいいですね。買うとか利用するとかではなくて、触れただけで楽しい気分になる、そんなね、トンさんの、創作するものが全て笑顔になるような、そんな道しるべビジョンを見させていただきました。太陽に向かって伸びるオレンジ色の矢印、太陽への矢印というビジョンでした。まあ、地面からとか あちこちからスーッとオレンジ色の矢印が伸びていくんですね。それは、トンさんが何かを作ろうかなと、その、まあ、机に向かってね、まあ、工場 どこでもいいんですけれども、そこからその、手のひらからふーっと伸びていく、どこに伸びていく、何を伸びていく、どういう目的でそれが進んでいくか、その、エネルギーが広がっていくかというような、そんな意識を持つことが一つポイントなのかなと思います。楽しい気分になれるということで、まあ、太陽のようなポカポカ暖かい日だまりのようなね、優しい幸せのような、そんな柔らかいオレンジの矢印でした。お体からのメッセージを見させていただきましたら、一瞬肩が響いて、その後右手の薬指と中指がちょっと冷えたような痛みがあったんですね。メッセージは少し根を詰めすぎるという、少し頑張り屋さんというようなメッセージが来てますので、まあ、休み休み、
オレンジ色の楽しい矢印を向けて、ご自分の、気持ち、ご自分の、発想をどんどん、楽しみに、皆さんの笑顔に変えていってください。ありがとうございます。以上です。はい、ありがとうございます。はい。あ、じゃあ、行きます。はい、あやさんどうぞ。はい、美里さんからいただきました。プチ企業家さんということで、はい、またですね、マヤ暦で見ると白い鏡と黄色い戦士という、要素でいらっしゃいます。で、これから、その仕事を広げていくということなんですけれども、一番大事にされた方がいいのは人とのつながりです。でまずつながりを、大切にして、そこからスタートするという形になります。で戦略なんですけれども、白い鏡さんからスタートしますので、イメージを持つっていう、ちょっとふんわりした感じなんですけども、イメージと、それとどっちかというと流れに乗るっていうところが最初のスタートになります。ですので、こうインスピレーションで感じたことですね、それをまずは、感じていただくというところがあります。でその次に、ご自分の、夢だとか、やりたいことっていうのをたくさんこう描いてください。でその中から次は、絞り込みをしていくんですけれども、絞り込みをしたものに対して、妥協をしないっていうところが次のステップになります。で妥協せず、やりたいことというのを突き詰めてい、った上で、次に行動を起こすというところになるんですけども、この行動の動機は、どちらかというと誰かのためとかいう奉仕の気持ちで行動するというところと、あとは自分がこう体験をするというのが非常に大事になってきますので、自分で体験して人のために何かをしていくというところで行動に移すというのが順番になります。ですので、最初は直感でこう決めていただいて、その次にどういうことをやろうかというのをこうたくさん描いていきます。でその次に絞り込みをして、そこに向かって妥協せずに取り組んでいって、形が見えてきたらそれを体験しに行くというのが順番になってますので、まずはそのご自分のインスピレーションを、信じるというところと、人とのつながりというところが非常にキーになってきますので、たくさんの方にお会いになって、つながっていくということをされていかれると良いと思います。以上です。はい、ありがとうございました。またでき見てるようなんでね、できましたらやっていきたいと思います。あ、じゃあ、いいですか？はい。さよさん、彼との過去性を見てくださいっていうことでね、ちょっと見せてもらったんですけれども、そうですね、アジアの方のね、バリとかそういうところの過去性かなと思うんですけれども、あなたの、彼という方は、その頃はあなたの先生のような、そういった方でね、大きな、気持ちでね、あなたに接してくれてたんだけど、優しくてね、立派な方ですよね。だけどね、やっぱり先生なんで、ちょっとやっぱ距離があるようにね、今は先生ではないと思うんですけど、でもやっぱり、ちょっと距離があるように感じると思うんですけれども、でね、自立する、あなたをサポートしようとしてくれるような人。で、あなたから彼を見たら、少し、こう、ちょっと、ちょっとこう、なんていうのかな、一途で、応用が効かなくて、抜けているって言うと変だけど、足りない部分をあなたが、こう、決め、細かく、サポートする。そういうような、間柄に見えますね。で、この男性の方は、一途でね、あんまりこう、融通が効かないかもわからないけれども、大きな、心を持った、あなたにとっては大きな、存在です。はい、ありがとうございます。以上です。はい、ありがとうございます。はい、また鑑定に入っておりますので、少々お待ちいただければと思います。
今日はちょっと数が多いかもしれないですね。いきます。はい、はい、リエさんです。人生の戦略を教えてくださいというご依頼です。リエさんの場合は、まずは目標を狙い撃ちしてください。これというのをまず未来を決めます。どういうふうになりたいか、まあ、どんな自分でいたいかというところですね。まずは、その未来が決まらないとスタートできないので、まずはそこを狙い撃ちで決めていきます。で、次にそれに向かって、蛇のごとくですね、執着心を持ってそれに取り組む。で、ここはもう自分を諦めない。で、いろんなやり方を駆使して一つのことに向かっていきます。で、そうすることで、次に宇宙からのエネルギーというのを受ける順番になってますので、それをやっていくと、いろんな出来事に必然的に出会うようになります。で、その出会った出来事っていうのを見逃さずに、その宇宙の流れに乗っていくっていうところが大切になってきます。で、ここはインスピレーションを信じて動いていただくっていう形なんですけれども、自分の内側の声だとか、そういったところに、意識を向けていただければいいかと思います。そして、次にビジョンを描きます。これまた、広い大きな、視野で見ていくんですけども、ビジョンというのを作って、またその中から狙い撃ちしていくものを決めるというふうな形で、こう、戦略が回っていきますので、まずは、未来を一つ狙い撃ちするということで決めていただいて、そこからスタートしていただくと、自然に、回っていきます。それと、狙い撃ちで決めたら、それを諦めないという気持ちが非常に大切になってきますので、そこを諦めずに頑張って、そこはもう執着心を持ってやっていただくっていう形ですね。それと物事に対してなんですけれども、何かこう、情報とかがあればそれをまとめていくっていうステップを踏まれると、未来の狙い撃ち、どういうことをしたいかということが分かりやすくなってきますので、もし今そういうことがなかなか決めれないということでしたら、おそらく情報が不足していたり、まとめ方がまだちょっと足りなかったりというところだと思いますので、自分がどんなことをしたいかということに関して、いろんな情報を集めて、まず一つにちょっとまとめてみるということをしていただければ、次のステップに行きやすくなりますので、そちらの方取り組んでみてください。以上です。はい、ありがとうございます。はい、タちゃん、いいですか。はい、妖精知恵さんなんですけれども、まあ、お父様との、過去生ということで、まあ、ちょっとこれ見せてもらったんですけども、まあ、過去生では、お父様という方は、結構ね、ちょっと、お仕事が忙しかったり、まあ、早く、他界されていたりとかで、まあ、あなたに、は少し遠い存在だったかもわからないんですけれども、でも、大きな存在で、暖かくてね、いつもね、あなたのことを見守ってくださってる、そういう人ですよっていうことでね、まあ、柔らかくて、おおらかで、本当に、まあ、そういった、方としてね、あなたに、ご縁がありましたっていうことですね。はい。では、次に、レイコさんですね。はい。レイコさんの過去生ということで、ちょっと見せてもらったんですけれども、ま、フランスのね、よく、頭に、こう、カツラのようなものをつけたような立派なね、とても、立派なお洋服を着られたね、まあ、貴族なんですけれども、まあ、政治とかね、まあ、裁判官とかね、まあ、なんか市長とかっていうような、ところが出てきたんですけれども、なんかね、やはりね、人をね、裁いたりね、しないといけなかったみたいで、
でね、できるだけね、淡々とね、感情を伴わないようにっていうことでね、お仕事をしようとされていたんだけれどもね。でもね、やはりね、心の中ではね、やっぱり、嫌だなって思ってたみたいで、でね、今世ね、今はね、辛い人、悪いことをしないといけないような人、そういった人をね、作りたくないっていうことでね、今はね、本当に、あなたは、こう、人をこう、助けたいっていうかね、人の力になりたいっていうかね、そういったことをね、やりたいと思っていますよっていうことです。ありがとうございました。以上です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。リエさん、良いところで映像が止まりましたと書いてあるんですが、録画してありますのでね、見ていただけると思います。大体の場所、場面を覚えておいていただければと思うんですけどね。はい。アメタマさん、私の守護霊さんは誰ですか？よろしくお願いしますとか書いてますね。そんなのもあるんですね。いろんな質問がありますね。うん、はい。質問が来てますね。あんこさんもありがとうございます。まさに彼はある道一筋で、私が彼のサポートをすべて金銭まで苦労しているような状態ですということですね。なるほどね。さゆさんですかね。あ、そうですね。はい。さゆさんね。はい、うん。せやね。まあ、あ、そうね。あなたを、まあ、自立して、あなたの力を発揮することに対して、彼はサポートしてくれてるようで。ちょっと、言い方がおかしいんだけど、まあ、別に、そう。彼がいるから、あなたがあなたの力を出し切れるというか、自分の、なんていうかな、仕事ができますよっていうところか、はい、そんな感じです。すいません。まあ、つまり主婦になってるってことでしょ、旦那さんが。そう、まあ、じゃあ主婦ではないんだけれども、まあ、旦那さんは要するに自分、そう、なんか夢であったりとか、まあ、ちょっと不器用なのかな、悪い人じゃないんだけれども、だから、旦那さんが、しっかりしてたら、あなたが自分の、力を出し切らないんだけれども、そういう意味で、こう、ちょっと、あなたがもう本当にもう、やらなくちゃっていうか、力がもう、ブンと出るっていう感じです。はい。そうなんですよね。いろいろありますね。はい。あ、はい、いいですか。はい、きます。はい、プラムさん、もろもろとおっしゃってたかなと思うんですけども、まず、青い方なので、自分ができそうかどうかっていうものを、まあ、どっちかというと、できそうっていうものを目標に、まず置かれるのが、いいかと思います。で、それと、やり方とか、その、どんなふうにやったらできるかなっていうプロセスですね。そういうものがなんとなくイメージできるものっていうのはできますので、全く想像がつかないということにはなかなか手足が出ないので、想像ができるもの、それ自分ができそうだなって思えるものっていうのをまず目標に置かれるのがいいと思います。なので遠くの目標よりも、ご自分に割と見えやすい近い目標を、一つ一つ置いていって、また次の目標、また次の目標という形で進んでいかれるのがいいかと思います。で、そういったイメージができてできそうかどうかなっていうのを決められたら、次はそこから、いろんなそうですね、情報とかを集めて、気づきを得ていきます。自分の中からもそうですし、外から教えてもらうこともあるんですけども、そうちょっとアンテナを張っていただくっていうところが必要になってきます。
いろんな新しい情報だとか気づきが出てきますので、それをきちんと自分でキャッチするということが必要になってきます。で、キャッチをしたら、そのいくつかの点のものがつながってきますので、次に行動として、新しい流れとかそういうものを作っていくことができますので、目標に対してなんかイメージとちょっと変わってくるかもしれないんですけれども、新しいやり方、新しい もう少し先の目標みたいなのが見えてくるようになりますので、そこを、流れを作っていくっていうことをしていきます。で、この時にそうですね、一つにこう集中してやるっていうことが、キーポイントに、行動するときはですね、集中してやるっていうことがポイントになってきます。そして、次のステップなんですけども、自分がやったことに関しては、全てを受け入れるという気持ちを持つということが必要になってきます。で、どういう結果であっても、こう自分がやった行動した結果ですので、それをまた新しいことに変えていけますので、まずそれを受け入れていただいて、でまた次の目標っていうのを、イメージできたものからスタートさせるっていうようなことをしていただけると、目標をどん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 たくさんですね、クリアしていけるようになります。で、あとはですね、キーポイントが一つありまして、いろんなことをこうシンプルにちょっと考えていただけると、いろんなイメージが浮かびやすいかと思いますので、物事のこうシンプルさっていうところを少し意識していただければ、いいかなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。はい、はい、いいですか？大丈夫です。はい、ララさんありがとうございます。敏感な体質でここ数年仕事がなかなか続かず、体調も崩しがち、いつも心にゆとりがないです。自然の中に身を置くのが合っている気はしています。道しるべビジョンお願いしますということで、ララさんが、お体があまり気にならない、お体が、調子いいなみたいな、そんなウキウキする感じで、日常を過ごすことができ、自然の中でゆったりされている、そんな道しるべビジョンを見させていただきました。まず、お体からの反応が来たんですけど、右半身がビビビビビというふうに痺れてるような感じで、左の頭の方が頭痛で もやもやしてきたんですね。そのもやもやが最初なんか右が原因で、左の頭が痛いんですけど、だんだん重たくなるんですね。綿が水分を含むようにもやもやが重たくなってくる。未来先のことがとても不安になってくる。そのためにその未来考えることを蓋をして重い蓋をするような、そんな痛みだったり重さだったりというのを感じました。で、その中でビジョンが見えてきたんですけれども、過去性かもしれないんですが、森の中に、髪がうねった女神様、手のひらに火の玉をね、こう燃やしている、女神様がいたんですね。風というよりももうご自分が炎になってて、炎ごとこううねっているような、そこから感じるものが、ピリピリ、肌がピリピリする痛みだったり、そうですね、ちょっと焦げるような痛みだったりというような痛みも一緒に感じました。で、メッセージは階段を登るというメッセージです。一つ一つできることを、階段をね、一歩一歩登っていくと、その行きたい場所に行くことができるように、一つ一つ登っていく、一つ一つ何かを、していく、やってみる、それがいっぺんにしようとしないことというふうに、メッセージが来ています。一つちっちゃいことでもいいんです。一つ現実化をすれば一つ不安は消えるんです。そして
その連続、その今を生きていれば、未来は怖くなくなるんですよね。一つ、もう階段を、ちっちゃい階段を、ちっちゃく、一つずつ登るように、一つずつ何かをされてみてください。で、道しるべビジョンというのは、さっきのその火の女神のような、ものの続きなんですけれども、ぐわーっと何かね、不安でも何でもいいんですけど、まあ、燃やしている状態で、手のひらのその光の玉が、ふっと、ふっと消えるんですね。熱かった炎が、ふっと消えるんです。すべて消えてしまうんです。消すことができるし、燃やすことができる。そんなようなメッセージでした。何か辛いなと思う時には、ご自分がその火の女神になったような、心持ちで、ご自分の手のひらの中の炎をふっと軽く消してみてください。心も軽くなると思います。ありがとうございます。以上です。はい。ありがとうございます。ということで鑑定中なので、まだちょっとあれなんですけどね。あ、じゃあ行きます。はいはい。周宝さん、なんか投資の戦略をと、私投資はちょっと初めて鑑定で見ますが、ちょっと見て投資というイメージで見てみました。まずはですね、ご自分が納得できるものっていうのを選んでいただくのが基本になります。それとちょっと新しさというキーワードが出てきてますので、何かこう自分がこれは新しいなっていう、こう初めてのものかもしれないですし、世の中的にも何かこう未来があるようなものっていうところに何かこう注目されるとスタートとしてはいいかと思います。で黄色で未来が決まらないと進めれないというのがありますので、そういった未来性ですね。そういったものとか、ご自分のそれを見たときに納得するっていうことと、失敗から学ぶっていうところがありますので、過去の、やってきたことですね、投資されてきたことをちょっとまとめて、どういうふうな自分が選んだときにどうなったかっていうのも少し紐解いていただけるといいかと思います。で、その後ちょっとじっくり、考えるというか見ていただいて、多分すぐ買ってすぐ売ってというやり方よりも、ちょっとじっくり型のようです。で、そのじっくり考えている中で、変化がちょっと出てきますので、それの変化をまあキャッチしながらじっくり見ていただくというところ。で、次にその結果ですね、それをまあ見て、じっくり見ていくというところがありますので、上下しても、それをまずはちょっと受け入れて、見ていただくという感じになります。で、最後のプロセスは大きな変化というのが出ていますので、じっくりゆっくり自分が納得するところを、進めていっていただけると、大きな変化というのを生む形になりますので、大きいリターンがあったり、また新しいものが見つかったりということになってくると思います。なので、まずは一番失敗から学ぶというところで納得ということがとても大事になってきますので、納得してやる。それと、ちょっと未来性というか、後にどういうふうになっていくかっていうところをですね、そこはご自分で納得できるものであれば、考えていただく一つのものになるかなというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございます。はい、まだ見ておりますので少々お待ちいただければと思います。あ、じゃあいいですか。はい、和樹さんなんですけれども、なんかね、近頃恋愛も仕事も人間関係も全てがね、中途半端でっていうことで、停滞期のようなものを感じているということでね、今ちょっと過去生の方を見せてもらったんですけれども、日本のね、過去生が出てきてね、でね、女性の方なんですけれども、白いこうね、衣装を着てね、滝行をしている、そういう姿が見えるんですよ。でね、それはね、何か、願掛けですよね。なんか、
お母様が誰かの病気を治すとかね、何か本当に必要なものがあってね、滝行されているよ、そういう姿なんですけど、まあね、なんかね、まあ、そういった、何か目的を達するためには、なんか、すごく自分を痛めつけなければとか、なんかすごいことをしなければとかっていうふうにね、まあ、過去生でもね、結構そういうふうに思ってましたよっていうのね。でね、まあ、今ね、これ、で、停滞期って書いてあるんだけど、停滞期じゃなくって、まあ、ちょっとこう、ゆっくりしましょうよってね、恋愛も仕事も、まあ、人間関係も、なんかこう、少しね、こう、まあ、ちょっとこう、息を抜いてね、で、見てみましょうよっていうとこで、でもね、まあ、嫌なことは嫌でいいし、今こういろんなね、感情をね、正直にね、味わっていいですよって。でね、無理しないでねって。で、本当に今、あなたが、何かここからね、抜け出したいなと思うんだったらね、本当に今、いろんなね、感情ね、あると思う。それをね、しっかり自分で味わって、受け入れて、そうするとね、気がついたらもう次のステップに出てるし、どんどんね、またね、道も開けてくるし。で、本来、目標ってあるじゃないですか。で、目標に行く前にいっぱいね、こう、いろんな波があって、停滞期もいろんな波もあるけれども、でも、自分はこっちへ行くんだよっていう気持ちさえね、持ってたらね、気がついたらね、もうちゃんといいとこ行ってますよっていうことです。はい、ありがとうございました。以上です。はい、ありがとうございます。ということで今日結構メッセージがいっぱい来てる傾向があるんですが、まあ、順番に見ていただいておりますので少々お待ちいただければと思います。はい、妖精ちえさん、あんこさんありがとうございます。なぜか早く死なないでって思いながら小さい頃ヒーリングをしていました。ありがとうございます。そういうことがあるんですね。ララさん、さやさんメッセージありがとうございました。一気にしたくなるような傾向にもあるので一段ずつ登っていくことを心がけています。炎のワークをも試していますということですね。はい、けいけいさん、これアプリコットプレゼントさんですね。金融なりなり送らせていただきました。今回は仕事にもエネルギーを流しました。ありがとうございますということでね、来てますね。はい、ということで鑑定しておりますので少々お待ちいただければと思います。まあ、ティリは今日寒いんでちょっとフリース着ておりますけど、すいません、急に寒くなってきたので暖房がちょっとね用意できていなくて、暖房どうしようかなと思ってますね。はい、よいしょ、できた人まだいないですね。はい、テレビが3人、チャットが2人ということで鑑定しております。はい、
まあ特にはちょっとあれですね、うん、音戻ってます、音戻ってます、できてます？あ、ありました。あ、ありました。はい。はい。はい。お願いします。はい。なみちゃんさん、なみちゃん、ありがとうございます。好きな人に会いに行ったり、自由に好奇心のまま動き回ってるような未来にしたい。お金と健康に常に問題がありますということで、なみちゃんさんが、あ、好きな方いるんですね。何も不安がなくね、楽しくその方と時間を過ごせるような、そんな道しるべビジョンを見させていただきました。光の尻尾、あのふわ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 って、あのふわ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 っていう、あの 白っぽい光の尻尾が見えました。かわいい尻尾なんですけれども、なみちゃんさん、なみちゃんが、尻尾、その尻尾、光の尻尾をあのつけるんですよね。あの困った時、何かをしようとする時、そうすると、降りてきたのがアンテナということとバランスというのが来ました。その尻尾で、その何をするか、何を選ぶかというのをね、あの感、直感を養う、直感力を養うとかね、あとはあの歩き方というね、ちょっとメッセージが来て、歩き方を見直すというメッセージが来たので、まあ、バランス、その、尻尾が生えているようなイメージで、姿勢だったり歩き方だったり、そのバランスを考えてみる。特に、お体を見させていただいて、膝への力のかけ方が少し、強く、いってしまっているようで、負担がかかっているようなので、見直されてみると、全身が楽になっていったりしてきます。あとは、お金のことを、お金のフレーズを浮かんだときに、こめかみがぐっと来たんですよね。お金っていうのはエネルギーで、感謝すれば、それが、まあ、帰ってくる、それが巡ってくる、そんなようなもの、お金に対して笑顔で、この頭痛をね、ちょっと和らげてあげるように心がけていくと、仲良くなれていくようなメッセージが来てますので、どうか尻尾を思い浮かべて、バランスとそのアンテナですね、でお体を少し緩めてあげてください。以上です。ありがとうございます。はい、じゃあ次いいですか。次ですか。はい、大丈夫です。はい、じゃあね、幸子ツーツーさんかな、そう、お付き合いにまでには至らなかったけれども、縁を感じた人がいてっていうことなんですけどね。まあね、見せてもらったらね、過去生ではね、ご夫婦でした。でね、ちょっとまあ、裕福な、まあ、中国かな、中国の、まあ、結構、高貴な感じのね、ご夫婦だったんですけれどもね、あなたがね、奥様でね、もう本当にね、美しくて、スタイルも良くって、鼻が高くて、ツンとした感じの方でね、でね、ご主人は丸くふっくらしてて、背が低くて、本当に優しいね、温かくてね、人だったんだけど、あなたがね、そのね、ご主人のこと、嫌いだったみたいで、で、まあ、お人よしでね、すごく、いい旦那様だったんだけれども、あなたはね、嫌で嫌で仕方がなかったんだって。でね、でも、今回ね、は、でも、お互いね、すごくいいところも知っててね。で、その、旦那様に本当に優しくよくしてもらってたんでね。まあ、今回もっぺんね、会ってね、いい人だったよっていうことをね、ちょっと、経験したかったかなって思うんですけれども。はい、そういうことですね。はい。次に、サトシーさんなんですけれども、居心地のいい人間関係が、作れないのが悩みです。
私もね、こう人間関係ね、結構難しい人なんで、あれなんですけど、ちょっと過去性見せてもらいました。そしたらヨーロッパの方でね、宗教的な、こう、トラブルで、あなたが、こう、少数派だったのね。で、まあ、言ったら、街の中で、警察のような、っていうか、兵士のような人たちから、こう、棍棒のようなもので、こう、つっつかれてるようなね、そんな姿が見えるよね。でね、まあ、そういうこともね、あなたが、こう、経験してきていてね。で、まあ、そういう虐待のようなことを受けたのかな。まあ、そういうことを経験していて、で、自分のね、信じるもの、信じること、自分自身をね、表現することがね、できなくなってしまったっていうのね。だから、まあ、あなたは好きに言ってるように思っても、本当の本当、自分でもね、ひょっとしたらね、その本当の気持ちにまだ気づいてなかったり、隠してたり、そんな、自分自身まだ気づいてないのかもわからないんだけどね。だからね、本当の自分で、人と付き合うことがしていないから、だから、なんかこう、居心地が悪いなっていうふうに感じてしまうのね。で、まあ、これからね、レッスンです。できるだけね、自分の思うことをね、うまく表現していけるように。で、まあ、できれば、自分自身、サトシさん自身が、何が好きなのかな、何が嫌なのかな、その感情をね、しっかりと味わってね、自分をね、信頼して、大切にね、してくださいね。自分をね、信頼して、自分を大切にしていくとね、人のこともね、ちゃんと理解できるようになってきますよ。わがままとか、そういったものと、自分を大切にするっていうことと、また、違いますからね。その辺のバランスも含めてね、これから少し見たレッスンですね。はい、ありがとうございます。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、できておりますか？できてないですかね。はい。またでき次第行こうかなと思うんですが。はい。なんかあります？大丈夫ですかね？あ、はい、いいよ、どうぞ。あ、来ます。じゃあ、はい、Y さん、ただお仕事と恋愛のことっていうことでご相談いただきました。まずお仕事の方なんですけども、基本的には流れに乗るというか、感じるままに動くっていうのがありますので、インスピレーションを感じたものを、まず取り組んでいくっていう形になります。で、今やるときだなっていうのが多分分かりになると思うので、そこを掴んでいただくっていう感じですね。どっちかっていうと頭で考えるのではなくて、五感で感じていただくっていうところです。で、次に相違に対して、希望とか夢とかいう、そういう自分がこう心から湧き起こるようなことっていうものをその中に見出していただいて、で、次に、それを、まあ、美しい形っていうのはちょっと出てきてるんですけども、ご自分が納得される、いい結果とか、いい形ですね。そういったものを、納得できるまで、ちょっとそれを、こう、形にこう、イメージしていただきます。で、それが出来上がったら、それを初めて行動に移すという形になりますので、まずは感じていただいて、今ここだなっていう時をキャッチしていただいて、そこに自分のワクワク感だとか、そういったものを、要素を入れていただいて、それを納得できる形にまでイメージをします。で、イメージができたら初めて行動をするという形のステップになりますので、あまりこう思考に惑わされないようにご自分の力を信じていただくっていうところがとても大事になってくるかと思います。で、あと、いろんな方からおそらく相談されたりすることが多いように感じるんですけれども、まあ、聞き役に徹していただけると必要な情報っていうのが必ず入ってきますので、まあ、そういう気持ちも持って聞き役に徹してあげるっていうことも、戦略としてはいいかと思います。それと恋愛なんですけれども、
ごめんなさい、ちょっと仕事のことでもう一つ忘れてたんですけど、すぐに結果を求められないような、お仕事の方が向いてらっしゃいます。でじっくり、感じて今ここっていうところをキャッチする方なので、あまりもう今すぐやってっていうものではなく、少し時間がかかってもいいようなものとか、そういったふうなお仕事の方が、楽にですね向いてらっしゃるかと思います。で恋愛の方なんですけれども、ですね、恋愛の方は、なんていうんですかね、これも流れで決める感じになるんですけれども、条件とかですね、そういうのではなくて、心が感じた人っていうことに、人に、意識を向けていただけた方がいいかと思う。あまりこう条件に惑わされないっていう方がいいですね。あとですね、パートナーさんに、できるだけ褒めてもらいたいっていうのがあるので、褒めてくれる人がいいかと思います。あとこう、一緒に何かを感じたいっていうのがありますので、何かこう一緒に趣味をされるとかいう方もすごくいいかと思いますね。あと、自然とかその、緑のものだったりとか、そういう自然を感じるというところもすごく、いいので、一緒に、例えば、ハイキングに行ったりだとか、そういったこう、外でこう、いろんな五感で感じれるようなことを一緒にできる方っていうのが、非常に、Y さんにとっては、合う方になっています。以上です。はい、ありがとうございます。今日はバンバンとチャットの方、テレビの方と、今日はやっておりますけどね。はい、すごい件数今日こなしてますね。はい、はい、はい、アンクさん行きますか。じゃあ、心さんね、はい、一番楽しく仕事ができている過去生はわかりますかっていうことなんですけども。これ、この方すごくね、勘がいいんですね。でね、私が見えたのはね、まず、このライフルを持ったね、カーボイハットを着て、ライフルを持って、カナダかな、森の中でね、バーンってこう、漁師をしてる、そういう姿なんですけど、漁師ってね、なんか、あれなんですけど、でね、本当にね、すごく勘が良くってね。だから、百発百中っていうんですか？もう狙いを、外さない。で、もう心の目で全てを把握してますから、素晴らしい仕事ができるっていうことで、で、サイキックなね、能力もあったっていうことですね。で、あと、薬草ですね。いろんな、森の中がね、好きなんで、いろんな、お薬になる、草花であったりとか、そういったものとかも、結構詳しくてね、そういうことしてましたよっていうのと、あと、もう一つね、今度はね、ちょっとまたガラリンと変わって、ちょっと田舎の方の、アメリカなんですけど、今、田舎の方のね、子供たちにね、お勉強を教えているね、優しいね、男性なんですけど、先生の、そういう姿が見えてきましたね。本当に優しくてね、繊細でね、子供たちのね、なんていうのかな、指導とかっていうかね、優しく教えてあげるっていうのがね、得意でしたよっていうことです。ありがとうございます。以上です。はい、ありがとうございます。見てますね、まだね。はい。ということで、まだ見てるということで、ちょっと、あれなんですけどね。みゆさん、Tさん、こんばんは。今日は寒いですね。あんこさんのおでこに緑のハートが見えます。映像が乱れてるわけじゃないので、そう見えます。緑のハートね。緑のハートか分かんないけど、額がちょっとハートに見えますね。はい。はい。
なるほどね。あ、するとあ、いいですか、はい、あのね、さっきさゆさんね、まあの、彼を養っているような状態なんですっていうような感じだったんですけども、まあね、あの、これでね、あの、さゆさんのね、なんか、どんどんね、あの、さゆさんの力が、あの、開花されていきますからね。で、今ね、ちょっとしんどいかもわからないんだけどね、今できることをね、あの、一生懸命ね、あの、やるといいですよって。ね、あの、そうするとね、あの、必ずね、あの、良いね、出会い、お仕事であったりとかね、人間関係であったりとかね、あの、良い、あの、ところにどんどんね、あの、出会っていきますよっていうことですから、ね、あの、今できることね、あの、やりたいこと。できることとかやりたいことをね、一生懸命やっていくといいですよっていうことです。はい、以上です。はい。はい、ありがとうございます。はい。はい。さゆりさん。はい。はい。心さん、ありがとうございます。お金がなくなったり、あったり、極端な人生なのですが、豊かな今後のビジョンをお願いしますということで、心さん、うん、お金に悩んでらっしゃるんですかね、そういう、日常のね、いろいろなそのあの暮らしていくことにあの意識しない、押し込まない、喜び楽しみに、目を向けられるような心さんが楽しまれているようなビジョンを見させていただきました。まずメッセージが最初来たんですけれども、動じない心というメッセージが来ましたね。落胆、まあ、お金のね、あのアップダウンは落胆のあと喜びが来たり、ショックのあと安心が来たり、その差が ある意味なんて言うんでしょうね、ストレス解消というかゲームを楽しんでるようなあの印象が伝わってくるんですね。その、 あの大きければ大きいほど、気持ちが そこに向く、刺激になるというか、何かを紛らわすためにというメッセージが続いてまして、その他の何かがあるようだという、そうですね、何を恐れて何を見たくないのか、なあのそのお金のこと以外に何か見たくないものが、心さんの中に、あるようです。それは、ご家族のことなんでしょうかね、優しさ、優しいがゆえに悩まれているような、そんなあのイメージが伝わってきていますね。ただその、心のあ、まあ、心さんの心というわけじゃないんですけど、痛みというのは痛みでは消せないんですよね。何をその今、ここでお金ではない、お金で紛らわすような何かその恐れというのを、見るタイミング、確認するタイミングに来ているのかもしれません。ちょっと心当たりがあったら少しイメージして何なのかなというふうに感じられてみるといいチャンスかもしれません。その際に、まあ、お金については動じない心、その、何かあるというのが少し分かってきて、少し、つながってくると、心がだんだん、その強弱、お金についてのストレスをいらなく、必要なくなってくるんですよね。そうすると、多少動いている場合、そんな時には、動じない、ね、そんな、ヒント、そんな、少し、工夫で、どんどん、状況は変わってくると思います。そして、道しるべビジョンなんですけれども、心さん水の中にいましたね。水の中にいて、ライトブルー、グリーンですかね、まあ、本当にその微妙な色が混じったような美しい光の海なんですけれども、そこにライト、まあ、光なんですけど、一筋の光がわーっと差してくるんです。心さんが泳いでるところに差してきて、そこの光に向かって、届いてくる光に向かって心さんは泳いでいくイメージ。そしてその光の先には出口があるんですね。心さんの出口があるんです。海の中を
美しい海の中を泳いで光に向かって泳いでいくと、その先には出口がある、そんなイメージで、ビジョンを見られてみてください。ありがとうございます。以上です。はい、ありがとうございます。次の人いますかね。はい、じゃあいいですか。はい、はい、じゃあリエさんなんですけれども、何だったかな、あ、そうそう、今何かやったことやったらいいことはありますかっていうことなんですけれどね、なんか日本のね、お寺が出てきてね、で寺のね小僧さんがね、そう、頭くりくりのね、一休さんのような小僧さんがね、ほうきを持ってお庭のね、今イチョウとかのこう枯葉をね、こうね、集めてる、履いてる、そういう姿が見えたのね。で、あなたはね、過去世で尼だったことがあってね。で、その姿を見て、でね、その、歌に書いて、で、またその姿をね、絵に描いたっていうのね。でね、あなたが、これからどんなことを見てもね、本当に美しくね、優しくね、受け止めて、受け入れて、それをね、またあなたが、その、あなたの感性で、美しく、優しく、優しさとか美しさをね、表現してね、していくといいですよって。あなたは、まあ、いいところをどんどん見つけるのが得意でねって。で、また、どんなものを見ても、あなたの中のフィルターで美しく、いいものに変換して表現していくっていうことが、すごく、できる人ですよっていうことで。はい、ありがとうございます。はい。はい、以上です。はい、いいですか。いきます。あ、大丈夫ですか。はい、お願いします。はい、愛さんです。お仕事と人生の戦略についてという、ことです。お仕事の方なんですけれども、まず取り組むときに、結果を想定するというところをがまずポイントになってきます。こういう結果が欲しいとか、こういう結果なるだろうっていうところでイメージができる、割と具体的にイメージができるっていうところがあるので、結果をまず想定します。これは、ね、できるだけ具体的に想定していただければいいかと思います。そしてそれに対して、今までやったことがない方法だとかいうことを使ってやっていきます。ちょっとチャレンジャブルではあるんですけれども、同じ方法を何回もというよりは、少しアレンジをして、そのことに取り組んでいくっていう形になります。で、それに対して、まあもう全力投球ですね。全力でぶつかっていくっていう感じなんですけども、それをしていただいて、今度は最終的にはこう周りを巻き込んで、その物事を達成させるっていう形になってきますので、一人ではなくて、最後は、こう、誰かと一緒に人を巻き込んで、それで達成をしていくというような、やり方が、一番、楽にできるやり方です。で、これ人生の戦略にも言えるんですけれども、まずはもしかしてなりたい自分であったりとか、どういうふうなことをやりたいといったことを、なるだけ具体的にイメージしていただくことっていうのが、仕事においても人生の戦略においても、愛さんには必要になってきます。そこをじっくり取り組んでいただいて、で、まあ、ちょっと新しい方法を見つけるということなので、いろんな情報をやっぱり仕入れていただいて、その方法を自分に自分ができそうだなって思う方法ですね。それを掴んでいっていただければいいかと思います。それと人生においてはですね、ワクワクドキドキ感っていうのが、愛さんにとってはとても大事な要素になってきますので、すごくこれやって楽しいとかワクワクすることっていうところを意識していただければいいかと思います。以上です。あ、じゃあ次いいですか。あ、次いいですか。はい、よろしくお願いします。じゃあっちゃんさんなんですけれども、まあ、今世のお役目や今達すべき、なすべきことは何でしょうかっていうことで、で、ちょっとね、過去世見せてもらったんですけれども、ドイツでね、青年だった、まあ、男性だったんだけど、青年だった時にね、まあ、そう、
10代かな、女の子ね、の、まあ、家庭教師っていうことでね、お勉強を教えようとしてたんだけれどもね、まず、言ったら、その彼女がね、ちょっと生意気でね、意地悪でねっていうか、なんかね、可愛くなかったんでね、で、嫌だなと思ってたんだけど、で、本来、その時のあなたは、要するに、教会のね、に、お勤めしてっていうか、牧師としてね、お勤めしてね。でね、本当に身寄りのない子供たちとかね、そういう子供たちにね、もうお勉強教えてたのね。本当ね、それがすっごく楽しくてね、みんな素直で可愛くてね、しててね。そうするとね、ふとね、その、まあ、若かりし頃に、教えたね、少女のね、痛みや苦しみがね、理解できたっていうのね。なんかね、とてもね、かわいそうだって思うことができたんだって。でね、今、あなたがなすべきこと。そういったね、心のね、苦しみを持った人、そういった人たちにね、本当に、幸せな気持ちをね、味わってもらえるように、そういったことがね、あなたにはできますよっていうことです。はい、ありがとうございます。以上です。はい、ありがとうございます。はい、次は、いけるかな。はい、まだですね。はい。はい、あ、じゃはい、お願いします、さやさん。あ、はい、ララさんですね。お仕事のどういう分野がに行ったらいいのか、お仕事が、続かないっていうことだったんですけれども、そうですね、お仕事の分野で行くと、こうですかね、人を成長させるとか、自分も成長していくっていうところが、能力としてありますので、人に教える仕事であったりとか、そうですね、コンサルタントみたいな形を促して成長させてあげるっていう感じの、そういう要素のあるお仕事が、向いてらっしゃいます。で、前歴っていうと青い猿さんなので、いろんなこと、一つのことをいろんな視点で見ることができますので、そういったとこを活かすお仕事ですね、が、向いてらっしゃる、向いてらっしゃいます。で、いろんな見方ができるので、ちょっとこう、周りから見ると、なんていうか、一貫性がなかったり、すぐに飽きてしまったように見えるんですけれども、すごく思考能力の高い方なので、頭の中でこう、くる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 考えてらっしゃるんですね。で、それを、自分に許してあげてください。いろんな見方をする、いろんなことをやって、何か一つのことに対していろんな見解を出していくっていうところが能力なので、それを許してあげるっていうことが必要になってくると思います。で、やり方なんですけども、まずはお仕事に関しても、自分ができるイメージが持てるものですね、やってる姿が思い浮かぶとか、そういったことができるものをまず見つけていただく。で、その中に、ちょっとしたチャレンジがあると、それに向かって動くことができますので、ちょっとやってみたいなとか、楽しそうだなっていうチャレンジが入っているものっていうのを、見つけてみてください。で、そこから、ご自身の中で成長していくっていう過程が生まれますので、また次の、気持ちですね、気持ちを生み出していくことができます。で、いろんなことをさ、多分されていくと思うんですけれども、最終的にはそれがどんどんつながって、いきますので、続かないというよりは、いろんなことを体験するということを、役割としてお持ちのようなので、どんどん体験をしていく、それからそういう体験していく自分を、許してあげてください。で、どんどん楽しんで、いろんなことにチャレンジしていただければ、すごくいいかと思います。以上です。はい、ありがとうございます。おーい。はい、そうです。セリさん、ありがとうございます。人生ほとんどやる気が出てこないんですが、未来が楽しく素敵な人間関係に満たされ、生きる充足感を味わってる自分になっていたいですということで、セリさんが、生きている実感ですね。セリさんが今望まれてるのは、
生きているという実感をしたいというされたいということですよね。まずメッセージが来ました、やる気がないという、やる気が出てこないということを少し否定されているようですが、やる気がないときはいいじゃないですか。やる気がなくても、まずそれを認めてあげましょう。今、大きな、陶器、焼き物の大皿があるんですよね。葉っぱのね、植物とか葉っぱの模様のある、陶器というか大皿があるんです。でそこに、あれをしなきゃこれをしなきゃ、まあね、どんな人生がいいんだろうかっていうのを、あの石のような重たい、これをしなきゃあれをしなきゃ、あ、自分は大丈夫かなみたいな、そういう不安も含めて重いものをどんどん積み重ねてしまっていて、そのお皿がパリンと割れるようなイメージですよね。その、パリンと割れてタイルのようになるんですね。みんな均等に割れて、葉っぱのね、あのリーフ柄のタイルになるんです。で、その、タイルをこう、あの、まあ、大きいお皿なんでも、あの、お庭のね、ヨーロピアンタイルのようにわーっと広がるんです。で、もしもそのお皿の上に石ではなく、代わりに、喜び、そのどんなものかワクワクを乗せてみましょう。美しい、あのお花のようなね、花びらのような軽くてふわふわして、喜びの満ちるものを乗せてみましょうというね、メッセージが来て、それは、例えばセリさんが素敵な人間関係っていうふうにね、書かれてます。じゃあどんな人が素敵なのかな、どんなあのその周りの仲間がいたらご自分が笑顔になるのかな、嬉しくなるのかなというようなイメージ、そんなものを載せてあげる。もうあの、広がったタイルの上にお花を載せてあげると、もうあの優雅なね、ヨーロピアンの美しいガーデンになるんですよね。癒されるガーデン、人が集まるガーデン、ご自分が癒される、月の夜でも、太陽のね、光の下でも癒される、ひとときになる。そんなメッセージでした。まずはゼロにしてあげる。もうやる気がないご自分を認めてあげる、許してあげる。そうだねって言ってあげるところから、ぜひ始めてみてください。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ごめんなさい。びっくりでね、ごめんなさいね。瞑想状態に入ってしまいました、私は。はい。なんか他の人あります？まあ、できてない？今日は書き込みすごく多いんですけどね。はい。まあ、44分なんで、もうそろそろね、書き込みの方、最後、質問ある方、最後の方になっちゃうかなと思うんですけどね。まあ、まあ、ちょっと答えられるかわからないんですけど、もし書く方はちょっと書いておいていただければと思うんですけどね。はい。まあ、見るもんがなければ。はい、はい、なんかありますか？マロンさん、はい、マロンさんは、なんていうかな、まあ、ちょっと、知ってたらいい過去性ありますかっていうとこやったかなと思うんですけれども、まあね、過去性っていうよりもね、ちょっとね、あなたのガイドがね、今ね、見えてきて、っていうかね、ちょっと老人の方なんですけれども、ガイドがね、なんか手にね、こうね、フルートのようなね、こう白いね、パイプのようなものを持ってね、
立ってられるんだけれどもね、何ですかって言ってね、聞いてみたら、ね、なんかね、あなたはね、こう、受け取ってくださいっていうのね。だから、もし、何か、お道具とかでもね、なんか欲しいなと思うのがあればね、お道具を、買われるといいですよっていうこととか、あと、まあ、何かプレゼントであったりとか、まあ、欲しいなというものがあればね、どうぞね、買ってね、手に取ってね、使っていってくださいねっていうことですね。はい。で、あと、パールさんなんですけれども、ドラゴンが好きでね、ドラゴンと一緒だった過去性っていうことでね、まあ、今、見せてもらって、まあ、ドラゴンも、まあ、あるかもわからないんだけれども、でもなんかヨーロッパの方で、白いね、大きなね、犬とね、一緒にね、こう、戯れてね、芝生の上でね、なんか転がってね、遊んでたっていうのがね、とってもね、幸せだったよっていうことで、メッセージがやってきました。はい。以上です。ありがとうございます。あと、これ、ミキさんですね。ミキさんね、まあ、将来のお家の場所を探してるのをリーティングでね、見てくださいっていうことなんですけれども、これはね、あなたがね、まずピンときてね、あなたがいいなと思うところにね、行くのがね、一番だっていう、リーディングの答えです。ごめんなさいね。そういうことです。ありがとうございます。以上です。はい。ね、すいません。この、ミキさんの、西日本がいいなって、そう、だから、いいなと思うところね、あなたが、本当にいいなと思うところに行くのが一番ということでした。はい、以上です。ごめんなさい。はい。はい、ありがとうございます。大体終わったかな？まだストック、まだ答えてない人もいるみたいですね。見てる人いますね。はい。あやさん、何人ぐらいできましたかね、今日。今日は8名あ、様大体見れました、全員。見れてます？です。はい、だいたあ、いわかり、ありがとうござ行けたかと思いまいます。よかったよかす。はい。った。はい。よありがとうございます。かったよかった。ちょうどぐらいでよかったですね。あんこさんも大体終わった？だいたい終わりましたね。僕のは見てくれないの？ あれじゃあ見てあげたら、テジさんの。テディさん、お誕生日。過去世だったんだけどね。過去 まあいいや、また今度も見てもらいますよ。もうね、結構今日ね、たくさんね、見させてもらいましたよ。私はパスそなのね。了解です。え？はい。パスじゃないはい、まあね、空いてれば見ますよね。ね、本当ね。はい。うん。あと、そうですね。まあ、じゃあ、お二人は、そうそう、チャットにですね、ご宣伝とか書いていただいても構わないので、チャットに、ね、どうしたら鑑定とか受けられるかとか、そういうの書いていただけることありますけどね。はい。ね。今、和樹さんがね、お休みをね、どう休んだらいいのでしょうって言ってね、そうね、もうね、いつもいつも、まあ、和樹さん、ちょっと私もよく似てるところがあってね、なんかね、いっぱい何かしないといけないっていうね、なんか思い込みがあるのよね。うん、ね、お休みをどう休んだらいいんやろうっていうとこやけど、まあ、休もうとかっていうよりも、なんか好きなことをしようと思ってもらったらいいし、もう本当に、ぐだぐだするだけでもいいし、ね、まあ、緑を見てもいいし、まあ、好きな手芸が、手芸、好きなことをね、一生懸命コツコツするのもお休みですよ。私、洋裁をするとね、なんかリフレッシュするんですけれども、好きなことしましょうね、和樹さん。はい、以上です。はい、という感じでございますね。ルンちゃんさん、なかったかな。ルンちゃんさん、見た？見たかな？ルンちゃんさん、見たよ。見てもらえなかった。ルンちゃんさんね、旦那さんと、そうそう、言ってなかったけどね、言ってなかった。
ごめんなさい。旦那さんとね、二人でね、すごくね、自由にね、生きてましたよって。もう自由が、もう本当にね、好きなんだって。自由っていうのはね、さっき言ったようなわがままとかそうではなくって、もうあまりこう、人の批判とかそういったことではなくて、あなたたちが心地よく過ごせるということなんだけれども、アトランティスの頃もね、あなたたちがご夫婦で、いらっしゃったことがあってね。で、もう本当に、ご主人とは、もう本当に自然な形で、多分、惹かれ合って、もう本当に、空気のようなっていうか、もうなんか本当に自然な形で、ね、ただいるだけでね、すべてがうまくいくって。もう見守ってるとかね、本当にお互いは一生懸命違うことをしていても、そばにいるだけでね、どんどんね、良くなっていきますよっていうことでした。はい、以上です。ごめんなさい。はい、どうもありがとうございます。さゆりさんまだ見てると思うんでね、それが終わり次第。あんこさんよかったらホームページですとか書いてくださいね。そうそう、最近ちゃんと書いたから、もう一度スピリチュアルテレビを PR して。サルさん行きます？まだ面倒見てる？まだ終わんない？じゃあちょっと短めにお二人、まず妖精知恵さん、ありがとうございます。先日は霧が晴れたパノラマと言われ、その通りに視野が広く楽しくなりました。感謝です。店名のメッセージ欲しいですということで、ちょっとその続きというか、今の妖精知恵さんの、ビジョンを、続きがあるか見せていただいたんですけれども、まず、太い、木のね、傘の、ステッキのようなものに、くる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 、光の布のようなね、いろいろな、オーロラみたいにいろいろな光をまとうような、そんな、布のようなひ平面の光がくる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 、その妖精知恵さんのステッキをもとにくるくる回っているという、そんなビジョンでした。メッセージは止める、止めてみるというメッセージでしたね。そのくるくる、回っている光をトンと、止めてみてください。トンと止めてみてください。そうすると、渦を巻いているものが一瞬静かになります。その時に、少しやはり恐れが出てくるようで、真っ赤に、一面が真っ赤になったり、一面が真っ黒になったり、すべて光を遮るような一色になったんですけれども、そこでまた次のメッセージが、恐れず待つというメッセージが来ました。自分を信じる、感じる、それはその、トンと止めた、ステッキ、そこの中心の軸を、触れているご自分の体温ですよね。中心の軸に触れているご自分を感じる、ご自分を感じることでその、恐れが消えて、くるくる回っていた布が止まった瞬間、パッと光が、回すことなくすべて広がるんです。きれいに美しい動きのある霧のようにわーっと光が広い広い世界へ広がっていく、そんなイメージでした。知恵さんありがとうございます。そしてラニさん、すいません、最初の方にいただいていて最後になってすいません。ラニさんは、お仕事のね、道しるべビジョンということで、メッセージは自信を持つというメッセージでした。で、ビジョンは光のペンでしたね。真っ白な光が描かれる、
ご自分のラニさんの手に握られている光のペン、これは文字を起こすとき、何かを、お仕事で書くときでも何でもいいですよね。イメージするときでもいいです。手にされるものはすべて光のペンになる。ラニさんの手のに握られた、その表現するものは光になります。ご自身の自信を持ってお仕事を進められてください。以上です。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。ということで、いけましたでしょうかね、今日はね。はい。ということで、最後になんか話したいことがありましたら、入れつけたいと思うんですが、誰かいらっしゃいますか？はい、いいですか。すいません、いつものことなんですけれども、12月の6日、もうすぐなんですけれども、幸せの玉手箱を開催します。今日の、さゆりさん、あやさん、リマさん、で、あとアフロディーテさん、それから、テディさんが、本当に今度トークショーもしてもらいたいなと思ってるんですけれども、皆さん集まってくださいで、スーさんも、来てくださいます。ぜひね、お近くの方とかいらっしゃいましたらね、6日の日遊びに来てくださいね。で、5日の日は、夕方の6時から、テディさんのスピリチュアル TV の生放送、生番組っていうかね、大阪の、中央、そう、地下鉄の緑橋っていう駅なんですけども、そこから2分ぐらいのところでね、させていただいてますので、ぜひね、ちょっと、遊びに来ていただいたらと思います。お弁当付きで1000円です。はい、ご予約がいりますので、また、よかったら、ちょっと今日、チャットの方に載せてますから、よろしくお願いします。以上です。はい。はい、ということで、ありがとうございました。ということでね、まあ、あります何か。あ、さよならってこと？はい。あ、いえ、さよなら。あ、なんかありますか？はい、はい、はい。ありがとうございます。あんこさんがね、おっしゃってた、あんこさんの、幸せの玉手箱カーニバル出展させていただきます。さらに、6日の11時10分から、1時間のミニセミナーをさせていただきます。チャクラをね、整えながら、まあ、ヒーリング効果もあって、自然食の浮かぶビジョンをね、皆さんで共有しながらゆったり癒される、とてもご好評の、ね、ご好評いただいているセミナーですので、本日より、お申し込みのあれ、ページを、作ってホームページに載せますのでぜひぜひご応募お待ちしてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。あやちゃんはいいですか？そうです。私もあんこさんが今おっしゃってた玉手箱のカーニバルの方に出展させていただきます。私も前歴もやるんですけれども、潜在数秘術というのをやっていまして、自分の能力とか使命だとか、あとそういった使い方ですね、そういうことを知る、お伝えするということをしています。させていただきます。で、パートナーセッションも用意していますので、パートナーの方 のお誕生日とお名前とご自分のお名前とお誕生日いただきましたら、どういうふうに良い関係性を作っていくかというキーポイントですね、そういったところも見ることができますので、もしご興味ありましたらまたカニワの方でお声掛けいただければと思います。ちょっとブログの方でもセッションの受付だとかもさせていただいてますし、毎日数秘術と毎日から のメッセージの方も、発信しておりますので、またよかったら遊びに来てください。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、ということで、テレビの3人の方のご挨拶が終わったんですが、まあ、チャットの方でもね、アプリコットブレーンさんと、メタマさんがですね、やってくれているんですが、まあ、順次ね、終わっていくと思います。まあ、多分、やれるとこまでやってくれると思うんですけど、見れない方がいたら、まあ、ごめんなさい、ちょっと、絶対全員見るという形ではないので、あと、飛ばし
てしまうとかってあるんですけど、まあ飛ばすっていうか、飛ばすことはありえないんですよ。見ないことはありえるんですけど、飛ばすことはありえないんで、ご了承ください。はい。それは、見ないって判断した場合もあるんで、ご了承いただければと思うんですね。はい。ちょっと時間の関係で全員見れるわけでもないところもありますんでね。はい。まあ、見れるときは見れますけどね。はい。ということで、今日もどうもありがとうございました。はい。ということで、また、お会いできればと思います。それではありがとうございました。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、音楽流して終わります。